こんばんは。マナちゃんの言ってた意味が分かりました。え、マナなんか言ったっけ、なんて言ったマナ。何も意図せず何も言ってないんだけど。やっほー。ねえ、そうなんです。ひなが卒業発表をしました。でもね、応援したいですね。めっちゃ寂しい。こんばんは。どうも皆さん。こんばんは。メール届いた？ピッピキピー。こんばんは、もう一回こんばんは。こんばんはです。また足まう、そ、また足まってなってた。また明日。こんばんは。ななななな。やっほーやっほー。本日も可愛い、素晴らしい、大好き。やったー、me too。ビヨーン。ありがとう。え、なにこれ、ペンギン、アイスのペンギン、ありがとう。アイスクリームもソフトクリームもありがとう。やっほー、こんばんは。2期生今12人でしょ。ひなが7月いっぱいで辞めちゃったら11人。11人、ハートたくさんありがとう。7月ってでもあっという間だよね。あと2ヶ月もないかな。2ヶ月はあるか。2ヶ月。わあ、たくさんありがとう、ハート。来月はあやかさん、そしてその次はひな。やっぱ髪分けた方がいい。え、本当？じゃあちょっと分けよう。ありがとう。そういうアドバイス必要。え、11人か。なんかすごい少なくなった、ちょっと。やっほー、やっぱやっぱ早く3期生に会いたい。マナ vs 夢よな公演になっちゃう。いやー、マナ一人で戦えない。こんばんは。マナ一人で戦えないよ。マナさんのアバターがしれっと当たっていました。え、マナ推しじゃん。使って使って、マナ推しじゃん。ヤッホー、ヤッホー。こんばんは。さっきさあやちゃんがマナサヤ vs 夢ユナになるって言ってたの。さあや、見てる？見てないよね。さあや元気？やっほ、昨日さあやと会った。昨日？こんばんは。I love メルトモ、メルトモ、メルトモ。嘘、田辺先生来てる？どこどこ？コメントしてくださってた。あ、マナの隣空いてますよ公演しよう。マナの隣空いてますよ公演しちゃおうかな。マナの隣空いてますよ公演、ぜひ田辺先生も参加 してください。一緒にネモハン踊りましょう。最近来れなくてごめんね。
嬉しい、来てくれてありがとう、嬉しい、ありがとうね。なんか前髪の長さが違うんだよね。ギャル公演しか今のところ2人しかいないけど、3期生にいたら軍団として3期生にいるかな、まだ分かんないんだよね、どういう子がいるとか。明日試験なんで応援してちょうだい、頑張って頑張って。あー、レイモンの推しありがとう。マナの両隣空いてますよ、公園は両手に花。前髪のそのくらいの長さ大好き、かわいいです。嬉しい。ちょっとパッツンめっちゃ短くなっちゃった。古沢ギャル軍団、なんか語呂よくない、古沢ギャル軍団、古沢ギャル軍団作ろうかな。今日もすっぴんです、今日はすっぴんです。今日ガチャでまるちゃんのバッジ当たった、声の時つけていきたい。嬉しい、つけてつけて、見せてマナに。マナのガチャガチャ出た人ぜひ見せてください、よろしくお願いします。まるちゃんの両隣をかえりちゃんしか右にさ、右半分のかえりとこっちに左半分のかえりってこと、こっちに真っ二つで。おかしい、可愛いから嘘だ、本当でしょどう見たってクマとかある、隠してないんだけど。クマ、まるちゃんその声半分 MC とかやばい、ずっと喋ってていいの、逆にいいの、ずっと喋れるんだけど。やっほん、こんばんは。地引きはできなかったけど、高金マーちゃん缶バッジはゲット済みです。NGT のさ、ファンの方ってみんな優しいよね、なんか譲り合いっていうか、何ちゃんとさ優しい。1000円のガチャ10回くらいしたのにアクリルスタンドなかった、まーちゃんのアクリルスタンドあるなんでなんだろう、レアなのかな、もしや、まさかのマナがレア、なんでなんだろう。脱出させてくださいマナを、あの狭い箱からギュルサー軍団もいいね。フルサーマナソロ公演バイブソーニマックス掃除てやい公演、まだめっちゃ長くないめっちゃ長いじゃん。ということで、古沢マナソロ公演バイブソーニマックス総じてやい公演始まりました。長いでしょ、絶対噛んで言えないんだけど、絶対言えないんだけど、噛みまくりよ毎回、てか忘れそう普通に。総じてやいしか覚えてないもん、もうすでに。そういえばこの間公演行った時、マナちゃんのアクスタ出て、わー嬉しい、飾って嬉しすぎる、アクスタ欲しい、ゲットしてアクスタ、飾って飾って。明日お仕事なので失礼します、頑張ってお仕事。こんばんは。まなちゃんのアクスタレアだったから、そうそうなの、スラスラ言う、なんか文字見たらそれ言えるけど、なんかそのまま何も見ないでやってたら何も言えない、もう忘れちゃったもん。古沢マナバイブスイエ掃除てイエイ、何も覚えてない忘れちゃった。飾ります、嬉しい、ヤッホン。ななこ先輩の特賞出たので、特賞って何、アクスタって何、特賞、掃除てやいこう、
始まりました。わ、アイスありがとう、ソフトクリームありがとうね。テンショ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 ンテンションマックス、グーッチョキ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 ョ、大丈夫。あ、サイン付きうちわか。まだもね、当たってくれた方がいてね、サインカキカキした。タンタンタンタラララララララ、今さっきまでマナヒナユメユナの LINE グループがあるんだけど、そこでヒナーって話してたなんでなんだよーってみんなで話してた。アクスター手に入れたら世界中食べさせたいです。え、食べさせてよ世界中。もう旅行好き、早く旅行したい。うん、早期戦楽しみ。楽しみだね。一回だけやってサインうちわ出てびっくりしました。あら、誰のうちわが当たったんだい。多分自分の直前にガチャした人がマージャン特賞当ててたっぽい。あら、そうなの、すごい直前に。そうだったんだね。特賞は1個しかないのかな、その箱の中に。1人1メンバー1つとかなんかな。ギャルたくさんだったらどうする。え、3期生が、え、仲間になるでしょうそれはそれはもうどうするも何も、仲間になるしか。古沢グッズはどんなの。古沢グッズ、生誕のグッズとかなんかいろいろさ、 NGT の公式あるよね。あー、レイモンのうちありがとう。3期全員ギャルらしいよ。あ、じゃあもう全員ギャルにしていいってことだね、それはマナプロデュースでギャルにしていいってことだね。今日ひなたさんのうちは2人。あ、そうなんだ。じゃあ何個かあるんだね。こんばんは。お腹空いた。なんか今日珍しくまだ食欲出なくて、夜ご飯しか食べてなくて、なんか夜ご飯食べたけどちょっとお腹空いてきちゃったカントリーマーム食べた、あとチョコ好き。今日そんな寒くなかったよね。食欲なまじゃ大丈夫。え、全然なんかね、暑くなるとさちょっとさ収まるか。そんなことないな、まあ、今日たま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 です。ラララー、今日伝えたいことあったのと前話してた。え、嘘、大好きなパン味じゃん。あ、205日、イエー。え、でもまださ、果汁グミのあれマスカット味最近ハマって食べてる。マスカット、ブドウ、ブドウじゃん、マスカット。最近辛いラーメンで2週間前ぐらいに食べた、お店で。2週間、2、3週間前ぐらい。佐渡でもめちゃくちゃ食べてた。え、なんか佐渡は1日目はめっちゃ食べて、2日目まだ体調悪くなっちゃって何も食べてなかった。夜お昼とかは食べたんだけど、夜何も食べずにもうお風呂入って寝た。もうね、
めっちゃ寒くて、ちょっと何も言えないんだけど、食べ過ぎじゃないの、もう寒すぎて体調悪くなっちゃって、でも寝たらね大丈夫になったんだけど、1日目は別にまあ普通に食べれたんだけど、2日目がもうねやばかったの、本当に超寒かったの。カイロめっちゃあの貼ってもやばくて、そうなんですよ。ひまわり衣装のまーちゃんアクスタゲットして、わーありがとう、嬉しい。誰とアイビアでした、ひなとひなたと諸橋ねとゆう、やひとひなとゆうの4人部屋。そう、みんな寒いって言ってた。太陽になってマナさんを温めたいです。もう遅いよ、その時に温めて。本当にマナちゃんがご飯抜くのはレア。ご飯抜いてたわけじゃないけどね、別に。そう、楽しそうな部屋ですね。楽しいよ。間違えてチックラルーム入ってない。なんで間違え、なんでさ、みんな間違えてるっていうの。まだ別にちっちゃもんクラブのメンバーだし、ちっちゃもんクラブのメンバーだし、隠れメンバーだし。そう、ゆうと一緒だったよ。ヤヒコとゆうちゃんとギャルサワさんで公演をね。え、でもさ、ヤヒもさ最初ヤンキーって言われてたんでしょ。あー、レインボーの星ありがとう。富永優がお世話になりました、代わりにお礼を。あ、お礼なんだろう。ありがとう。あの4人ならマナさん話し役、いや、あの4人ならっていうか、まあ、大体別に話し役とか聞き役とか、なんか人によって分けてないからずっと喋ってる。誰とでも。こんばんは。今何分ですか、ちなみに。まなちゃんが配信した時、何度もアラームなったの、ゆうだと思って。違うんですよ、実はあれゆうじゃないんですよ。びっくり。56分か、じゃあもうちょっとだね。果たして誰なのか。あの日がさ、朝配信したよね、まな。あれは言うじゃないんですよ。楽しかった、めっちゃ。またさ、行きたいな、佐渡。また行きたい。痛い、目に刺さった櫛が。うん、次回アラームは誰のも、なんかいいね、アニメみたい、アニメみたいじゃん。佐渡行ったことない？え、絶対楽しい、絶対楽しいから行ってみて。船酔い大丈夫？一応ね、薬はのもらって飲んだけど全然大丈夫だった。もうずっとねメンバーと喋ってたから、多分ね、もう喋っちゃダメって言われたら多分酔ってたけど、もう永遠と喋ってたから大丈夫だった。フェー、何分ぐらいだろう、わかんないな。 2時間ぐらいかかったのかな、そんなかかってない、1時間半とかわかんない、全然わかんない、時計見てない。船乗るのは初めてじゃない。
ずっと喋ってそう、ずっと喋ってて。船で一番騒いだのは2件は誰だったの？わかんない。みんな、でもね、みんなうるさいと思う。ニキって本当に騒がしいじゃん。多分みんなわかると思うけど、騒がしいからもうみんなうるさかったと思う。ナナナナナン。そう、一緒に YouTube とか見たりしてた。イヤホン半分後にしたりして見てたりしてた。じゃあそろそろ壇上かな。やばい、59分じゃん。またマッハになっちゃうよ。みんないきます。13位パピコさん、12位マロンさん、11位ハルさん、11位ヨシア、めちゃめちゃベベベベ、11位ヨシアキさん、9位ギリタンシオさん、8位ドーム48さん、7位坂井秀一さん、6位シンさん、5位鈴奈さん、4位竹蔵さん、3位健蔵さん、あ、なまってる今の、もしかして今。2位アセトンさん、そして1位はゴーゴーさんです。イエーイ、なまってたよね今。ありがとうみんな、今日も配信見てくれて。今日で205日連続配信継続中です。ということで、また明日配信で、もしくは朝メールで会いましょう、会いましょう、話しましょう。ということで、今日はちょっとスピンなので、あのスクショタイムは禁止。ということで皆さん、おやすみなさーい。また明日も頑張ってね。お仕事だったり試験だったり勉強だったり学校だったり